というわけで今回はね、このゲームやっていこうと思います。早速やっていきましょう。なんかね、このゲームね、ミニーズのゲームなんですけど、なんかこういうなんかね、ゴミみたいなやつをね食べてね、どんどん成長していくっていうゲームです。でね、こう、まあ、敵、まあ、こうオンラインなんで敵がいるんですけど、今倒しましたね。この頭をね、なんていうの、このね、地面じゃなくて体にぶつけると死ぬんですよ。はい。で、それで、なんか倒す、敵を倒すとね、なんか今みたいな感じで、その敵が吸ってた、この栄養みたいな分だけ、自分が大きくなるみたいな、そういう感じです。だから、とにかく、敵をまあ倒して、まあ、どんどんなんかでかくなるみたいな、そういう感じですね。で、これ、めちゃくちゃでかいやつにね、今、こいつについてて、ちょっと死ぬの待ちます。いや、このゲームね、ちょっとやったことあるんだけど、あれなんだよね、このゲームね、めちゃくちゃ玉のりが強いね。うん。だから、これで、ちょっと、一回この虹色が、死ぬのを待って、ちょっとね、まあ、虹色が死ぬのを、ま、死ぬまで、ちょっとひたすらね、もうこのちっこいね、なんかゴミみたいなやつを食べていこうと思います。しかもこれね、でかいやつがね、めちゃくちゃ有利なんだよね。なんでかっていうとね、この敵をね、負けるわけよ。なんかどういうことかって、あ、こいつ倒すか、この緑色のやつ。こいつ倒します。これで、ほら、ちょっと、いや、こいつ知ってるわ、このゲーム知ってるわ。ちょっと、一回おめ、ちょっと一回、いや、一回落ち着こう。ちょっとごめんなさい、弱い同士のやつは正直利益ないから、ハイリスク、ノーリターンみたいな、そういう感じで、別に、これね、強いやつ、まあ、倒したんだけど、こいつ倒そう、みんなこいつ倒そうぜ。お前危ない。ちょ、こいつ倒そうぜ。これね、でかいやつ倒しても、弱いやつ倒しても、まあ、倒したなんで、もうリスクが結構あるわけですよ。でかいやつの方がでも強いね。これ、うん。やっぱりね、でかいやつの方が、なんか当たり判定がね、なんかいまいちわかんない。あ、で、正面衝突した場合はね、なんかね、でかいやつの方が勝つのかな、知らんけど。うわ、ちょっと今、倒せたわ。今倒せたね。だって、ちょっと話しながらやるのがマジできついんで、ちょっと無言になるかもしれません。あ、で、最近ね、髪切ったね。うん、なんか最近髪切って学校行ったら、なんか、あばれる君ヘアスタイルみたいなこと言われたね。あばれる君ヘアスタイルだって。ちょっとあれだね、あばれる君ヘアスタイル今年一、なんていうの、悔しかったっていうか、なんか、あれだよね、なんか、ムカついたね。ごめんね、あばれる君見たらごめんなさい。でね、それでね、やっぱ髪切ったんですよ、本当に、あばれる君ぐらいに。だからもう街中であばれる君のヘアスタイル見かけたら多分私だね。ほら、こういう感じで、やっぱこう強いね。あ、ちょっとゴミ、オッケー、ゴミ。こいつ倒そうぜ、みんな、こいつ倒そうぜ。協力しよう。ここでちょっと上を取るわけですよ。で、ここで、いや、ちょっと待って、おめえ邪魔でよ。え、ちょっと死んだ。てめえ。はい、で、まあ、さっきみたいな感じで、まあね、敵の頭に、このね、自分の胴体をぶつければ倒せるというね、まあそういう感じなんで、結構ね、これむずいんだよね。だからね、やっぱね、玉の木を狙うのがいいと思います。あ、で、なんか右上に順位書いてんね。なんか1位が、かずみかな、知らんけど。っていう感じだね。あ、左下に自分の大きさだね。なんか数値化されんだよね。今64で1位が23,064だね。うん、めっちゃくちゃ違うね。やっぱね、このゲームはね、あれですね。結構ね、小さいやつが強いんですよ、地味に。まあ、さっきちょっと言ってること矛盾してるけど、これでかいやつが強いと思ってる人いるかもしれませんけど、てめえ結構ね、このゲームね、やっぱね、小さい人にもね、権力があるわけですよ。普通に倒そうと思えば小さい人が倒せます。でもこの体の当たり判定の部分がさ、小さいとさ、まあ、小さいじゃないですか。 でかいやつはその分当たり判定がでかいんですよ。だから、まあどっちもどっちみたいな、そういう感じ。あ、で、まあ、右下にマップが書いてあるんですけど、これ結構真ん中の方にね、なんとなくね、人がいる傾向があります。で、これダッシュできんね、これダッシュ。このダッシュするとね、ちょっとだけね、栄養をね、こうね、失うんですよね、ほら。だから小さい頃あんま使えないです。結構でかくなるとめちゃくちゃ使えるんだけどね。だからとりあえず小さいうちは、このなんかね、謎の微生物みたいなやつを食べて、生きるみたいな。あ、これね、たまにね、こう動いたやついるんですけど、これは結構うまいんですよ。あと、誰かのちょっと死骸がある。OK。おお、死んだ。結構でかいやつ死んでる。おお、やっぱりね、このゲームね、横着しすぎるダメだわ。うん。いや、このゲーム結構ね、あれでももう、人生みたいな。おお。やっぱこのゲーム横着しすぎるのはよくね、もう死んだらおしまいだから、もう人生と一緒だし、一回きりなんだよね。はい。だからね、もう一回きりだから、正直もう横着して死んだら意味ないじゃないですか。うん。
だからね、これはだからもう普通にもうこのね下積み時代ですよ。もう努力して、まあ、どんどんねこのね上り上げてきた人だけが分かってるみたいな、そういう感じです。まあ、時にはもう戦うことも必要みたいな。このゲーム結構人生と一緒だね。いやでもやっぱね、これはね、もうあれだわ、もうトーク力持たないんで、もう潰しに行きます。こいつ潰すか、こいつ潰します。これ挟まれるとね、でも結構な確率で死ぬんですよね。こう逃げ道がないから。だから1対1ならいいんですけど、このゲームいっぱいいんじゃん。だからもう自分が倒しても、これは自分の倒した獲物をね、なんかね、周りの人に取られちゃうんですよ。で、それで最終的に自分が死ぬっていう、まあ、そういうパターンがかなり多いんで、まあでも倒す。こいつ倒せそうじゃね？いやー、それ今の倒せなかったか。今の倒して熱かったんだけどなー。いや、しゃって、こいつ倒す。アメリカ、アメリカ死んだ。アメリカミニで死んだ。アメリカミニで死んだ。お腹いっぱい死んだ。いっぱい死んだ。いっぱい死んだ。うめえ、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 食わせろ、食わせろ、食わせろ、食わせろ。おめえにはやられねえよ。ってことなんで、やっぱこれ横着しすぎるのは良くないね。いやー、やっぱりね、でもこれ魚振るのがいいわ。もう最初に言った通り、これ魚振りが全てだ、このゲーム。結局ね、自分で倒してもね、そのね、リスクがあるだけなんですよ。まあ、取るのもある、リスクあるけど。だから結局、これのゲームは、魚振りが強い。見て、なんか、タコ揚げミミズいいんじゃん、タコ揚げミミズ。なんかさ、最近さ、あれだよね、結構タコ揚げのシーズンだよね。うん。タコ揚げって、いつやるのかって、実際あんま決まってないよね。結構、でも春になってからやるのかな。最近公園見たら春、タコ揚げしてる人いたね。うん。うわぁ、ちょっとタコ揚げ倒してぇな。タコ揚げ強い、タコだけのミミズっていうね。はい、なんでもないです。わ、ちょっと、わ、こいつもうあれだわ。お、見た、今、そういうことですよ、そういうこと。結局ね、もう小さいやつでも今、権力あるんですよ。だからでも、これ、このゲーム人生と一応、おぉ、いや、今倒してたね。今、ちょっと千載一遇のチャンスだった。いや、ちょっとこいつ倒してぇな。うわ、こいつ、おお前、うめぇ。いや、今のやっぱ心理戦で負けたね。うん。今、ちなみにね、989だったね。うん。なんで、結構ね、1000の大台。とりあえずね、今回はね、1000の大台行ったら多分終わりにするわ。しかも喋る内容も結構ないし、これしかも音楽もないからね。まあ、多分後で入れてると思うんですけど。まあ、とりあえずね、もうこういうでかいやつをしばく。うわー、ちょっと待って、これ結構惜しいね。ってか、この目ん玉に当たり判定ないんですよ、この、これ。だから、ああいう中で、あ、OK ないっす。まあ、こういうね、もう雑魚、まあ、自分も雑魚だけど、こういうやつはね、結構美味しい。でとりあえず、適当な大きくなってから、このでかいとしばきに行く。これちょっと頭をね、ちょっと探さないと、これ倒せないんで、急に。来た、こいつ倒すわ。ミミズ、このミミズ。最近さ、クラスにこんな人いるよね。うん、いや、いねえわ。うわ、ちょっと待って、今すごいね。しばき合い。どっちかしないでしょ、これ。これね、こう焦ってるだろ、大体死にます。ほら見て見て、おお前、お、取らせるか、危ねえ、ちょっとこれ体でブロックするの大切だからね。オッケー、ちゃんとブロックしました。オッケー、そして、もう線の大台乗ったから、ね、見て。はい。うえーい。あ、でね、この、ほら、自分で変えられるんだよね。お、ちょっと待って、死んだ死んだ死んだ。あ、ちょっと待って、やだよ。ほら、焦ったら負け、焦ったら負け。ね、やっぱあれだよね、これ下積み時代大切ですからね。もうほんと喋ることなくなってきたな。どうしよう。いや、倒しに行くか。じゃあちょっと中心に向かいます。やっぱ、おお、でかいネタ。ちょっとこいつ倒したら終わるわ今日。うおい、やめて、今知ってるね、こいつ知ってるわ、このゲーム知ってるわ、こいつは。ここでね、攻めすぎるのはよくない。うん、結局ね、こう魚振られるから、まあ、魚振るってことは魚振られるってこともある。こいつ倒せるんじゃね。見て、平行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 。うわ、ちょっと、それ、ここ欲しい。うわー、それ欲しかったなー。こうやってもう巻かれるとね、どうしようもないんですよ。いや、あの人うまいね。知ってるわ。いや、ちょっと待って、今なんかね、ダッシュが途中で切れちゃった。こいつさ、お前、調子なんだよ、お前。見て。二人のミミズの速さ一緒。これね、もうダッシュやめた人が死ぬわ。これ、このゲーム。これさ、このままさ、距離詰めるの勝てんじゃね？いきます。おおおおおおいえー、やっぱね、こういうことなんだよね。めっちゃ震える。しかも、魚振りが一人もいないっていう。うおー、熱すぎ。一気に2000いきました。
2854。いやー、でも1位の人には多分10倍の差がありますね。見て、1回見ますか。どんだけでかくなった。うおー、見て、8の字。うえー、もう8の字が書けるぐらいまででかくなりました。いやー、熱かったね、今。でかいやつ倒したの。うわー、やっぱすげーわ。このゲーム。いや、これ弱肉強食ですからね、この世界は。それを忘れてはならない。もうね、強いからね、もうあれですよ、もう正直。小さいやついいんじゃないですか。これをね、こういう風にね、ぐるって巻けるわけですよ。でそれで巻くとさ、わかる？この外側からさ、一切妨害を食らわないんですよ、巻くと。わかる？この体じゃん。だから、この中に入ってこれないんですよ。だから、そうやって、まあ、自分の手柄をね、独り占めできるという、まあ、そういう戦法なんですよね、この巻くというのは。このね、巻く方式が結構強くて、まあ、とりあえず、まあいい、口で言う見せた方が早いと思うんで、移動します。こいつ倒すわ。ちょ、ごめんね、もう調子乗るわ。ちょっとこれね、あれね、でも、1対1ならね、正直まだ勝機あるんだけど、なんかね、まあ、1対1なんだけど、1対1ぐらいになると、やっぱりね、あれなんだよね、なんか、魚振られるから、さっきみたいな1対1だとね、結構ね、勝率高いね。まあ、このゲームやったことあるだけあって。で、3000行きたいね。3000行ったらもう、もう正直安泰みたいなとこあるんでね。だこのもう、あれだわ、もうサラダ。お健康ミミズ、死んだ、健康ミミズ。うめー！いや、美味しい。うわー、うめー。マジで美味しいわ。うわ、なんかサラダしか食ってなさそうなミミズ仕留めました。お前やんのか？おい。お前やんのか？いや、ちょっと、知ってるわ、こいつ。いや、すまん。いや、調子乗った私がやめますから、ごめんなさい。いや、 やっぱね、これあれだわ。すげえわ。何かすごいか分かんないけど。ちょっと今日のサムネ撮ろっかな、これで。どうしようかな、なんか。なんていう名前にする、このタイトル。あれだよね、しかもタイトルね、最近ね、あれだよね、なんかさ、今までなんか手抜きだったけど、ちゃんとつけるようになったね。まあ、ちゃんとつけたかは知らんけど。あとあれですよ、あの、編集の機械あんじゃん。機械っていうか、アプリなんですけど。まあ、携帯やってんだけどね。でね、あれもね、最近ね、新しく買いました。まあ、新年だからね、まあ、ちょっと遅い、もう新年使えないか。もう2月入ったら多分新年使えないね。やべえ、ちょっと待って、電池がねえ、お前。いや、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、いや、残り 2% しかねえ。OKです。あ、OK だね。よし。ちょっと、これ、玉切りたいね。ちょっと、虹色倒すわ、虹色。おい、やんのか？やっぱ上取った人勝ち。今勝ってる。ちょっとこれさすがに玉振られる可能性があるんで、ちょっと U ターンして、あ、まあ、ちょっとここ急ごっか。これね、2人で、なんかさ、わかる？なんか、囲まれて、なんかね、左右潰されると、こう、ターンできないんですね。で、ターンできないってことは、もう罪なんですよ、このゲームにおいて。これね、逃げ道、なんかすごいね、なんか。イエーイ。なんか、あれだね、これ、映えるね。うん、まあ、ちょっと知らんけど、なんか、これで絵描きたくない。ちょ、これで絵描くの、今日のサムネ、おっ。これね、じゃあ、行きます。これ、巻きます。これ、巻き戦法強いからね、みんな。うわ、こいつ、このゲーム知ってるわ。で、ちょっと上取られてね、今、ここで突っ込まれると死にます。いや、だが、しかし。いやー、ちょっと待って。強いね、こいつ。うわ、平行だわ。これもう平行で距離取ってくるの大体知ってるから。お前知ってるから。お前知ってる。お前